始まりました、セブンデイズトゥダイの時間です。イエーイ、今回もやっていきましょう。私が FB37 です。私が本当は実は人間じゃなかったら皆さんどう思いますか？キックンマーク2です。アルモットです。ヘグです。じゃあ早速今回も、やっていきましょう。現在ですね、水上都市ならぬ、水上宗教的建築物を作っている最中でございます。何気にもうほぼほぼいいんじゃねこれで。完成じゃないもうこれで。完成したのかよ。これで完成なの？ダメでしょ。ダメ。ダメか。ダメです。足りないものなんだろう。うん？あの屋根。マジで。もうついに屋根という概念を。屋根を今回つけちゃうんすか？新しい概念をね。つけます。すげえ。匠も成長するんだ。匠は日々成長。じゃあ、おお、そんな感じでやっていくの。じゃあ俺キックンとあれだよ、平行四辺形に作っていくわ。平行四辺形にする？全然意味わかんない。あー、シンメトリーに作っていきます。待って、今のあーシンメトリーなのか。あーシンメトリーなのか、どっちどっちだ。確かに気になるところである。アシンメトリーなのかシンメトリーなのか。あーシンメトリーなのか。ちょっと気になるところでしたけど。でもさ、これフレームだけで作るとすごい綺麗でいいね。まあ確かに、しかも修正しやすいしな。そう、すぐ回収できるからええのよ。耐久性は皆無な。耐久性は皆無。うわー、建築基準法満たしてね。これ多分真ん中で崩れるから、ね、これ何工期にしようかな。何工期だったらいいんだっけ。まあ基本的に5工期かな。それ真ん中抜いたらさ、そこの水消えて水中都市ができんじゃないの？いや、多分無理じゃないかな。あー、まあできるかもしれんけど、でもここ真ん中抜くの超危険だぞ。そうかな。だから、匠が興味を示した。全部抜くんじゃなくて、中に一部屋作るだけとかならいいよ。そうそうそう、階段状にして。こういうことでしょ。まあこういうことだけどさ、これどうすんの？落ちた。登れないんじゃね？何ここ、落とし穴、トラップですか？もっと考える。階段状にすればいいんじゃない？螺旋階段状みたいな。どこの落とし穴だ、ただ。つけるとか。お前、匠にそんな技術的なところ持ってないんだよ。マジか。今ちょっとやってみただけじゃないです。テストね。はいはいはい。うん。じゃあ、こっから、ちょっと、どうしようかな。およ、そこどけや。ああ、ね、めっちゃ喧嘩売ってくる。やべ、夜だぞ。え、大丈夫か。ゾンビなん来ねえよこんなとこに。そう悲観するなよ。来ねえ来ねえ。じゃあこっからちょっと階段状に下に降りていこう。大丈夫かなキックン。あの幅を一マスにするの結構危険だと思うけどね。一マス？ああ、横幅を二マスは。壁？はあ、あった方がいいと思うよ。いや、デンジャラスの方がいいじゃん。マジかよ、こいつ。あれ、これ水じゃない？これただ埋まってないでしょ、まだ。一回埋めないといけないじゃん。そういうことか。うん。ここら辺の埋まってないの、ちょっと一回埋めといて。あ、こうすればいいんだよ。あ、埋まった埋まった。オッケーオッケーオッケー。あ、いいね。よし、こっから地下室だ。これでも歩きづらいな。歩きづらい。階段とかなかったっけ？フレームの階段ってあった？階段置いたら透明感なくなるだろ。そうだね、フレームの階段があればね。フレームの階段はないね。なかったっけ？ちょっと自分見たことないですね。あー、あれ斜めのフレームあるよ。でもえ、マジでちょっと作ってみて。坂になるのかしたら。あー、あるね、そういや。そんなやってみよう。やってみよう、やってみよう。 FB さん、 FB さん、やってみよう。 OK。 じゃあキックンはそのまま作り
続けてて。分かった。間違っても左の壁崩すなよ。バカかお前、俺がそんなことやるわけある？いいかな。松明置こう。そうだ、松明置いた方が綺麗になるぞきっと。うそ、やっぱ光源が松明だから宗教施設感半端ないんじゃないかな。だって松明以外基本的にないだろ。あのフラッシュライトみたいなのもあるけど、これはジャンプ台として使えるな。おお、バイクの？そう、ありですそれ。怖っ。松明置いたらいいね、幻想的になってめっちゃ。で、危ねえ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 、うっせえうっせえうっせえ。何をやっとるんや。どうする、こっからまた下に下がっちゃう案もありですよ。いいね、二部屋作っちゃう。わかった。じゃあ次こっから下に下がるパターン。怖え、一体いつ崩れんのかが怖い。ジャンプ。まあ形あるものって崩れるから。壊れた時がやっぱ真の芸術だからね。なるほどね。芸術は爆発だ。アースが永遠に追いかけてくる。え、はい、ついに終焉の時が踊ってる。どこに？上、真上、真上、真上。ほんとだ、いた。どうやって来たこいつ。ダンスしてる。ほんとだ、ダンスフロアだ。ダンスフロア、まあすげえいい。こいつ沸かしてるぞ、フロアを。フロア沸かしてる、完璧。あもう朝来たからぐでんぐでんなっちゃった。ぐでんぐでん。あ、酔っちゃったみたいな。ちょっとそんなに期待されてもって感じだったんだろうな。そうだね。いや、夜めっちゃハイテンションでいい感じだったのに、アゲアゲだったのに。アゲアゲ。もう朝になったらもう二日酔いでぐでんぐでんだわ。いや、ほっとけ、ほっとけ。あ、おやすみ。ああ、倒せた。お、びっくりした、びっくりした。まあ、取りゃいい、取りゃ。めっちゃいい。って骨折れたわ。ゾンビがスクワットしてた。天井作るにやっぱ柱がないと。大黒柱が必要じゃない、これ。大黒柱いる。匠には柱という概念はないぞ。俺一回戻ろう。あ、でもエヨコのさ、坂。ああ、これで天井作ろうぜ。え、どういうこと。ん、あの三角屋根にしたいの。ああ、そういうことか。うん、誰だよこのバイク乗ってるやつ、めっちゃ邪魔くせ。これめっちゃ難易度高いよ。うおー、しかも謎のジャンプ台もあるし。いらねえだろこれ。サンサンサン太陽が燃える。うわー、落ちた。サンサンサン太陽が降り注ぐ。やべえ。このマンションすげえ綺麗じゃん。ここに住めばええんちゃうの。もう何の話。いや、なんでもない。いや、もうなん、どこに置いてるとこわかんの、これ。よっしゃ、走ってきた。ジャンプしながら詰めねえ、詰めねえ。いけるいけるいける。うわ、もうそろそろいっぱいやん。いや、めっちゃキックカクカクしてた今。サンサンサン太陽が昇る、僕らの肩に燃やしかけ、肩に燃やしかけ、燃やし。さあ夜になったぞ。でもさ、ここに来てからやっぱゾンビなんて全く攻めてこないから、俺もう勝ち確じゃないの。やっぱ海の家って。海はいいよ、実際心が洗われるようだしね。ちなみに襲撃っていつだっけ。 77 襲撃は来ねえよ、そんなの。誰も来ねえんだよ。ビビってんのかよ。ここに来ない。最近面白いことあった。いや、ない。いや、あるでしょ。例えば、まあ、FX ツインのライブ行ったんだろ。マジで俺が FX ツインのライブ行ったの。
何それすげえ。むしろ ね、いつの間に来てたの日本に誰しょうがねえな。エフェクツに知らないお前のために俺が口笛でメロディー吹いてやる。口笛か行くぞ。はあまあその変な音はいいとして、ちょっとエオエオクレーその何横になってんの欲しい俺も。んな斜めのやつ。うん。お腹も空いたし、水も飲みたい。あれ、誰かシチュー大量にあったやつ全部、誰かもうそんな食った。ああ、今、俺がいっぱい持ってる。シチューを食べよう。なんだ、おや、この鳴き声が急に。あっ、あっ、お、久しぶりにゾンビさんが遊びに来てくれたのかな。やった帰れない、帰れない。もう朝か。帰りたい。キー切ってきまーす。あったかハイムが待っている。あ、俺のバイク取られた。まあ別にいいんだけど、取れなくて。あったかハイム、サンドイッチ食べたい。食べれ食べれ。なんでサンドイッチ、あのカッパ巻きってめっちゃうまいんだろう。ほう、犬サンドイッチのカッパ巻き、犬がめっちゃ来た家になどとわけのわからないことを繰り返してサンドイッチのことは忘れてくれ。カッパ巻きってなんであんなうめんだろうな。ご飯にキュウリ忘れたんだキュウリ入れただけなのにあんであんなうめんだろうな。別にそんなうまいと思わないけどな。え、俺カッパ巻き大好きなんだけど、うん。お前もしかしてカッパだったんじゃないの。そうなのかな。同じこと言う。しかも本人もちょっと納得してる。そうなのかな。あ、落ちた落ちた。栄養が坂に沿って落ちてた。カッパ巻き好きだわここも坂にしてんの。あれ多分だってさ、普通の白飯と多分さキュウリだったらクソまずいんだろうな。酢飯だからいいのかな。酢飯は合うわな。パッパに会いて久々に。いつ会ったの最後。先週。マジで割と最近。それ全然結構な頻度で会ってるでそれ。ねえ全然余裕で会ってるね。すげえ最近の話しちゃったパッパどこで会ったの。パッパはね新宿で会ったよ。何したのその時カッパと。新宿あの東宝シネマに入ってった入ってったって。何他人事なの確かにおかしいだろ今の一緒だったんじゃない入っただろ。偶然会ってちょっと挨拶して別れたみたいなああなるほどねこれもう屋根裏部屋にしちゃえばいいんじゃないの。するエヨヨくん、君はちゃおうぜ。とんでもなく素晴らしい選択をしたようだね。え、なにここ全部敷き詰めるってこと。来月までに50万円振り込んでくれたまえ。初めて家作った気がする。ね、煙突作っちゃおう、ここに夢が広がるな広がリングだね。さあ、うん、どうした今何今変な鼻歌歌っちゃった今あっガチャ来たぞガチャ。おお、なんかパン工場みたいなのができたどうすかジャムおじさんいそう。マジかよ。宗教感はなくなったけどジャムおじさんがめっちゃいそうな感じになったでしょ。いいねヨヨこの屋根裏部屋センスありこれ来てるね。でもこのせいで崩壊するかもしれないでもまあ今んとこ大丈夫だから。おちょっと待って、なんか そこの側面の方からめっちゃ水流れ込んできてない。え、ここ。いや、こういうもんだ。こういうもんだよ。あ、こういうもん。あれ、これパン工場とりあえず完成じゃない。完成したね、パン工場。すげえ、パン工場。すげえ、初めて家作った。おぉフレームだけどかっけえ。初めて家らしい家作ったぞ家かなこれ。この影がいいね。影確かに影はいいね。あ、影はいいわ。風通し良すぎだろでも
まあフレームだからね。冬はクソ寒いし夏はクソ暑いぞこれ多分。やっぱ夏は海底の方は涼しいからきっと。ああなるほどね。冬は寒いけど。わあこれ夢が広がるよ。住みたいこういうとこに。はっけー。もうどうせならもう下もうちょっとかっこよくしちゃおうぜ。たくみにお任せあれ。うわあキー君やる気になってる。おっしゃれー。いやこれ実際マジゾンビどう攻めてくんだろう。気になるわ。襲撃されたら跡形もないなこれ。来ないよそんなの。えゾンビ来ないの。ゾンビ来ない。どんな感じかなパン工場。美味しいパン焼いてるかな。めアロマまだ見てないんだっけ。まだ見てない。もう木こり生活だったから今。多分見たらお前ぶったまげる。太陽に従ってこの影が動くのがすごいいい感じ。確かにすごいな。ほらお前らもう魅力にちょっとやられてる節あるで。いやそうでもないけど。まあさあパン工場への一直線通路。さあまだ見えないパン工場。思いのかと。うわー来たーパン工場だすげえこれめっちゃアロマテンション上がってるじゃん。パン工場だ。これはテンション上がるでしょう。骨パン工場だよ。うわーこれ怖っ。マジもうなんか失われた世界にあったみたいな。うわーこれは多分後の時代の人間が一体何だったのかってなるわこれは。いやーこれ作ってよかったなー。ここ最近で一番いい建築した。これバイクで突進してみよう。ほらエヨヨもちょっと怒ってる感じあるもんね。これはマジ頑張ったね。おエヨヨ褒めてるね。エヨヨ働きを認め始めた。お前ダメだってキックに調子に乗らしちゃう。よっしゃ。あーちょっと待って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 。よし直線。いやここに乗るのが難しい。仕事をするっていいな。よっしゃ行くぞ。さあジャンプ台。怖い怖い。やっぱ怖い。このこれどうなってる。あ全然ダメ。あれねそこそうなんだよ。もうちょっと高くしないと。全然ゴミ。誰だこれ作ったやつ。高くするからこれ何これ。ここなんどうなってんの。あと思いのほかやっぱこの通路バイクで来るの怖い。いや結構スリリングやで。結構繊細な操作を求められる。あやばい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 。どこかでこういう家に住みたいっていうのを具現化してしまった。水の音を聞いて寝るね。持ってる。なんでこんな淀んでんのこの海。汚っ。これ海なのそもそも。いやこれ地下トンネル作っちゃう？え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 ？何言ってんだろう。ちょっと行ってみただけですよ。いやでも掘ればいけるんじゃないですか。ひたすら。よっしゃ。さあ実験だ。あらららら。住みたい。そういや最近スキルのこと全く忘れてたけど54ポイントも溜まってやがった。すげえ。ちょっとどうした。ハマったんですけど。捉えたぞ。自信を捉えたぞ。えどこどこどこ。お自信捉えた。お自信捉えた。捉えた捉えた。閉じ込めろ。閉じ込めろ。完璧ハマったんですけど。やった。もう動けないぞ。やった。ザワーメルジジ。ザワーメルジジ。火炙りだ火炙り。このジジイどうする。おいいことだこれ。どうすんだバイクそのままどうする気だ。そういうしかねえ。クッ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 ク。あ降りた。ああああおらダメだ。
ダメだよ、ジャンプ台全然いかないの、うまく。いや、ジャンプ台の前で俺が邪魔してたから。いや、引き殺す勢いで行ったんだけど。ブーン。危ねえ、危ねえ。あいつ危ねえ。あ、やばいやばい。うつ、やばいやばい。落ちる、落ちる、落ちる、落ちる。ブーン。やべえ。何やねん。やべえ。お前こ何この壊れたチョロ Q みたいなの。ブーン。うつやばい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 。やばいやばいやばい。ブンブンブン。壊そうとしてる。何がしたいんだこいつ。それ地下行けんの地下。ああ一路。地下行ったら戻ってこれなくなる可能性ある。いや行けんだろ。2個表行くぞ。おーっしいったいった。よっしゃいった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 。くそすげえハマるハマる。おーしよしよし。おいった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 。うわ具合悪くなる。ガッタガタや。これ戻れんのか。頑張れ頑張れ。俺の頭の中見える。俺の頭の中見える。気持ち悪い。気持ち悪い。無理だもうこれ以上進め。よし抜け出した。おい何やってんだおめえ。完璧に。ハハハハハハハ。ジジイ閉じ込めた海底。おーよくやった。海底牢獄に閉じ込めたんだ。どうやなんだけどこれ。すげえ。やったなんだ、あいつ受けるぞ。海底牢獄に閉じ込めた。てれれしょうがないな。助けに来たぞ。よよ助けてくれ。やったらお前らが助けてくれ。こっから出るんだ。よし行くぞ。よー出てこい出てこい出てこい。そりゃはい。結構時間かかるぞ。なんで。何そりゃ。あいつの名前なんだっけ。アークザだったらチョンガラの前だから今。あそうだチョンガラだ。絶対わかんない今誰も。出てこい出てこいそりゃ。絶対わかんねえよそんなの。アーク2では。だってゴーゲンしか今名前出てこなかったもん。アーク2ではリストラされてしまったチョンガラ。お、エオが来たぞ。よし、エオ。よーし。よーし、よく、コングラチュレーション。ちゃんと切り返しろよ。お、いいねいいね。あ、いける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 。よしよしよし。いけるか、エオよ。よし、行くぞ。よし、行け行け。うおー、あーこいつこいつやりやがったぞこいつやこいつやりやがったあお前むずいんですけど一番やっちゃいけねえことやりやがったやつ。回収しろ回収しまーす。よしじゃあバイクを設置するぞ。組み立てだ。バイクをやってくれ。まあ、これでいいでしょ。いける？よしいけるぞ FB。 じゃあ行っていいか。俺は落ちた。はい行っていいですよ。任せろ。俺バイク運転一級持ってるから。おおすげえ。じゃあいいか準備。行くぞ。行け。ブーン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 。イエーイ。うわあ飛んでも落ちた。結局落ちた。結構るんやなさあとりあえず77日目。はい、じゃあもう今回はこの水上パン工場で一夜を明かそう。はい、というわけでじゃあその様子は次回ということで。はい、今回はこんな感じで。全世界のみんなバイバイ。